皆さんどうもピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語実況48回目になりますぞい。今回の実況から阪神3連戦が始まります。そしてこの阪神戦がですね、最後のこうセリーグ戦となりますから、この26日から交流戦が始まるのでね、しばらくセリーグとの戦いはないわけですから、楽しんでね、前も言ったけど楽しんでボコボコにしていかないとダメだよね。ボコボコにね。楽しむことが全てだと思う。前回みたいにギスギスした感じでやりたくないね。オッケー、じゃあ、ボコボコにしていきましょう。一戦目は、小杉と藤浪の投げ合いになるね。完全に、負けるよね。大体わかるわ。もう、本当に大体、わかっちゃうね。藤浪打てるわけないけどね。頑張っていくしかないだろ！叫んじゃれ！今日はね、うちの手法じゃ筒香を使ってやっていこうかな、フィールドプレイで。絶好調じゃないか、最高だね。この男、いやいや、藤浪も打てるでしょう。で、今日のスタメンどうしようかな。バルディリスが調子悪いとのことだね。まあでも調子悪くてもそれなりにやってくれてると思うんです。スタメンは外さなくていいかな。じゃあこれで OK でしょう。で、投手は小杉。調子いいんでね。前回でも投げた時ひどかったな。前回ひどかった。まあでもいけるでしょう。OK、わかりました。じゃあ期待しましょう。ほんで、先ほども言いました。フィールドプレイで今回は、うちの4番、筒香ですね。ここまでの成績、打率は3割5分、ホームラン6本、打点は30打点と手がつけられない。じゃあ、今日ですから、成績ですからね。行きましょう。おいえ、やってきたぜ、セントラルリーグ公式戦、第5回戦。はい、チームの対成績はこのようになってます。防御率ではかなりの差がありますが、打率など勝率などではこっちが勝ってますからね。防御率すげえな、阪神のね。チーム防御率。でもまあいけるでしょ。小杉くん？あれ、ランナー満塁マート。イエース、皆さん、ほんで次も？レッツゴー！イエース！気分いいね。ピンチ招くことが問題なんだけど、抑えてくれたら気分はいいよ。オッケー、ギグス。お、盗塁成功で、ギグスヒット。カモン。あーダメ。んで、いいでしょ。得点圏で筒香やってきたぜ。この男だぜ。藤浪くん、覚悟しろけば、防御率がかなり悪化する一日となるよ。オーケー。初球は。やっぱベストピッチしかないからね。この手のレベルになると、甘い球は本当に、まぐれの1球、2球来るかだよ。おぉ、コースギリギリのとこつく。はい、流したか、真正面。鳥谷一本動かず、捉えたと思ったのに。はぁ、最悪。一打席目は打てず。とや、頑張れ、小杉。ロペスも打て。誰でもいい。とにかくまず1点を入れていこう。筒香に多くの打席を回せ。そしたら勝てるんだ。今日は勝てる。そういう日なんだよ。そういう日にもうなっちゃってるんだよ。今ピンチ招いちゃダメよ。はいよ、素晴らしい。ここでゲッツー取れる選手ってなかなかいないんだよね。いないから大好きなんだよ。前回の登板本当何だったんだろうね。まあ、でも今日絶好調でこれだからね。絶好調でこれだけのピンチを招いているってことは問題だよ。フォアボールが多いんだよな、ね。やっぱ、このピン、打たれる選手。っていうのはね、フォアボールから崩れていくからね。さて2打席目、いやもうここが強振狙い、一発だね。一発を狙うスタイル。ショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。あう、コントロール悪いからね。選ん、いやでも選ぶのはいらないな。今日の筒香は決める筒香になりたいな。選ぶ筒香もいいけどね。出塁率も今4割余裕で超えてるけどね。わあわあ、もうそぼぼ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 ん大会。そぼぼ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 ん大会っていうね。はあ、最悪。どうだ？うわあ、エラー、セカンドエラー。誰だ、セカンド今日、石川か。エラー多いな、ほんと。やめて、エラーからの失点多いからね。お、石川取り戻せ、エラーを。はい、サードフライ。今日はダメだね。ボロボロに言われてると思うよ、今。横浜ファンにやじられてるね。やめろって。うわぁ、やばい。うわぁ、もう最悪。その流れで失点かい。濃すぎよ。まあ、1失点で抑えてることは素晴らしいんだけどね、阪神を。点を入れていこう。うわ、美濃さんギグス打たないと。ダメ。うわ、いかん。ピッチャー帰ろう。ピッチャーから小杉はもう無理だ。俺帰れないからね、今回は。うわ、うわ、うわ。あっぶれ、ワイルドピッチもやってるし。あー、いかん。抑えろ。イエス、福留さん抑えた。さて、筒香3打席目。今日はここまで2の0、ひどすぎた。でも1点だからね。はい、どうだ、この打球は、
捉えたのに、あと一歩二歩飛距離が足りなかった。このまま終えるのか横浜、終えちゃダメだろ。ピッチャー頑張っとんぞ。そうだ、打て、後藤も打て、代打後藤打て、いいか、いいか、梶谷打ってくれるよな。よし、よし、よし、さすが梶谷、この男。この男がやっぱ時代を作る。取る失敗したけど、全然気にしない。全然そんな気にしちゃダメ。試合点取ったな、同点だ、同点だ。エレラ踏ん張れよ、エレラ踏ん張れ。踏ん張れ。いけ。嘘だろ、エレラ、何しとんの、お前。バカじゃねえの、お前。絶不調の鳥谷に打たれたら、お前はもう何を抑えれるんだよ。まずい、終えるぞ。すぐにマシコイ、得点圏で。カモカモカモ、ランナー一塁の状況、任せろ任せろ。今日は3-0、しかしチームは2対1で負けている。ここで都合打たないとお前はもうダメだ。このまま完投なんてさせねえぞ。お前調子飲んじゃねえぞ藤波、させねえからな。いいピッチャーなな、分かってるんだが。はい、来た、この打球だよ、この打球。そのまま三塁行け、そのまま三塁行け、いけないか。行ってほしかったね、行けたと思うが、今のチャレンジ精神って必要だよね。しかしここで打った筒子。さて、あとはもう後続のバッターが打つことを信じましょう。ワンアウトランナー二塁一塁。状況的には最高の燃える展開だけどね。次のバッターバルディディスかな、ロペスか次。シャタノム、ロペス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 。ロペス終わらないで、バルディディス。ああ、終わった、もう早ー。何これ、なんじゃこれ、お前。そんな早く終わる、いや絶対逆転の流れじゃん。全然持ってない球団。全然持ってないわ、この球団。何も持ってないんだろうね。はい、一戦目早くも終わりましたよ。勝てずですね。はぁ、悔しいね。言って、今日は本当に打つ方では最悪だったね。いつもと違うね。投げる方では2点でよく抑えてくれた。エレラが打たれたのがいかんけどね。先発のピッチャーよく抑えてくれたよ。ただ1点差を追いつけず。最後は絶対、他の球団だったら絶対最後追いついてると思うけどね。あのエレラ何にも期待できねえな。あいつまた点取られて防御率4。期待できねえな。三上抑えたのね。頼むからエレラ抑えようよ。今日の鳥谷なんて絶不調だったからね。タイムリー浴びちゃいけない相手だよ。顔紫色の相手に打たれた。お前何なんだよ。っていう話になるでしょ。うわ、もう負けたくない。一戦目負けちゃいました。もう、最悪。ほんとね。じゃない、負けたのなら次勝てばいいから。2連敗気にしない気にしない。ノンダメージ、痛くも痒くもない。ちょっとだけ胸がズキズキしてるけどね。はい、順位が逆転しましたね。まさかの巨人が上がってきましたよ。もう巨人の王者の時代は終わりだ終わりだと煽っておきながら、この展開っすか。ドベだったんですけどね、結構最近までは。そうですか、上がってきました。 OK、 わかりました。じゃあ次回の実況ではまた阪神を倒していきたいと思いますのでね、お楽しみに。じゃあグッバイ、また明日会いましょう。